どうですか、どうすあ私はディズニーがめっちゃ好きなので、うん、ディズニーの空気を吸って死にたいなと思ってて。いないって誰も。いなくていいんですよ私一人でディズニー。あ、いいんです、いいんです。いいの、私よくディズニー一人で行って、一人で一日お散歩だけして帰ったりする。すごい。でもさ、地球最後の日だよ。はい、ディズニーお散歩したいです。そんな考えのやつ多分いるって、うん、いるかな。で、そんな考えのやつとやからみたいなやつがウェーイとか言って火とか放ってさ、なんか酒とかバーって飲んで、最後なんだよって、女来たぞって。今の国で。そうだよ、最悪。めちゃくちゃでもいい、最後の日をめちゃくちゃでもいいんだから。でも私ディズニーでラーメン食べたいだって。一緒だよ、やからと一緒の考え方。だから横でやってる、なんかわーってなんか楽しんでる横で一人でずるずるラーメン食べようかなと。そうか、はい、どうしますか。じゃあ天野さんはどうしますか。どうすんの。難しい。多分お家にいる愛犬のポーと一日過ごして終わりたいと思います。なんかもう泣いた。それ覚悟決めてますよ。諦めんなよって言われる。シオンが来る。犬は分かってないもんね。もう犬は分かってない。どうします。いや私はでもその話をこうみんなにふっかけた時に、アイダシオンさんは生き残るって言ったので、うんうん、それに結構賛同したい。一人で生き残るって言ってんの。だからあんた死にますよ。多分本当の最後の最後で見捨てられるかもしれないから、ちゃんと私も生き残るっていう意思表示を絶やさずしながらシオンについていきたい。なんか大丈夫な気がする。あ、相田さんが絶対なんだね。一人らしいよ。なんかいい感じのシェルター見つけてくれそう。ああ、シェルター系ね。どうですか、どうですか。どうしよう。とりあえず11時ぐらいに起きるじゃないですか。リアル。もったいないって。仕事ある日。いや、仕事ない。いや、仕事どうします。仕事を誰もしてない、最後の日だから。そっか、イエーってなってるんだ。なんていうの、スタッフがいないだから。来ないですか、皆さん。来ない来ない。うん、この組み合わせ。なんでも地球最後の日までカンペ出したりしてるんだよ。そっか。あ、じゃあまあそれぞれで過ごしましょうね。それぞれで過ごすことを何するかってこと。インコはどうする。あと鳥と遊ぶのは私もそうだわ。うんうん、あ、会う。え、犬と一緒に会う。あ、でも一堂に会したいかも、体育館とかで。でも、あ、体育館そうじゃないっぽいよ、犬と過ごしたい。ごめん、うん、え、誰かん家に集まろうよ、じゃあ。そういう人がいると嫌だなって顔してる。悲しい、ね、あ、じゃあ岩井さん家で。え、俺も絶対来ないね。絶対来ない。ダメですか。ダメです。そうですか。